ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので、安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。293と4だから、まあ、ほぼ一緒ぐらいですね、距離。はい、よし乗っちゃうね。うん、先に打つか。あ、お願いします。いや完璧。木は、あ、抜けた。おギリギリ、すごい。やばい、ここ痛い。え大丈夫ですか、どうしたんですか。いやどう釣った釣ってないんだけど、大丈夫、筋トレ。さやかさん、ちょっとドライバー貸してください。いや私今マーベックにしちゃったよ。いい、何でもこのホールになっていきなりドライバー貸しちゃった。なるほどね。アネックスじゃなくそこに、こっちの方がトバイは若いんですよ。ちょっとお借りします、さやかさん。9度11度になってる。多分グリーンがこの木の上だと思うんですよ。うん、この方向に打つ。このドライバーいいな。シャフトはいい。シャフトはそう、 TA90。 マジすごいね。ありがとうございます。行きますか、はい、7番フットで軽く見てます。なんとなく合ってる気がします。やっとアイアンの出番が出てきたよ。114ヤード8番で打ちます。あ、フォロー。え、初めてアイアン打つ感じなの今日。なあ、なんであっち。ちょい左、やっぱあれが気になっちゃった。照り出てますもんね。あれが反応しちゃって、ね、本能がさっきからね、邪魔しますもんね。あれが反応しちゃってもう。すごいな。体が反応してた。でもこっちに落とせるよかったですよね。あ、まあ、そうですやっぱりね、体が反応しちゃった。ここに、あ、さやかさん。お、どこにありますか。どこにありますかね。埋まってるかもしれないよ。あれ、あれ乗ってるのって誰。え、私乗った。乗った。タイトリスト。あ、違う。え、松本一生。いや、めちゃくちゃいい感じだと思ったんですけど、グリーン上にはなりませんでした。左下の。なんでこんな左来てんの。風か。ここに落ちてる。すごいね。波がすごいって風がすごい。ありがとうございます。よかったです。さやかさん見つけてくれました。すごい。ありがとうございます。いやでも距離ぴったりだね。距離ぴったり。距離ぴったり。すごい。ありがとうございます。
ありがとうございます。うまくいきました。逆に転がってくれたね。あそ。体が反応して結構近いところになりそう。すごいな。これ。あ近い。近い本当に近い。そう。狙わなくてよかった。かな。なんか立ってるところはなんかスライスな感じもするんですけど。でもスライスな感じに見えるけどな。フックじゃない。最初すらですよね、うん、でも最後こう見えません？最後そっちにちょっと見えるけど、まっすぐですか、困った時の。うわ待って、ああでもチョイスラス、ナイスタッチ、ありがとうございます。お先します。まあ OK ですけど、これね言われるやつ。今の蹴りはダメですか？今やっとボーダーラインが分かります。なんやかんやバーディートライ頑張ります。いや こういうところなんだよな。ありがとうございます。よかった、よかったね、ボーラーって、うん、本当に。でもすごいよね、ワンオンできるもんね、本当にね。300? ドラッパーのカーブじゃない。あ、確かに、うん、すごいな。ナイスです。ありがとうございます。56、9番アイアンで良かったみたいです。フォローだった？サイドだと思ったんですけどね、左から右の。じゃあ5番ウッドで大きいかな。まあいっか、5番ウッドで。帰ってきてる。あ、体が反応して、あ、オーバーしちゃった。体が反応してツボかもしれない。起き上がっちゃった、また。なんか何が嫌だったんだろう。何が嫌だったか。何にでも使えるから。確かに。白 T78 だったわけな。え、白から 78? そう、ベストが。うまっ。でもベストだから。そこは強調するんだ。ベストだから。そう、ベストだから。上手い人ってさ、ベストってあんまり言わない、うん、なんかベストだからって絶対言う。そう、やっぱ平均出してたらいいなとは思うけど、多分無理。でも上手いね、白で78。飛距離がね、やっぱり飛距離アップしちゃいましょう。しちゃいたいですね、本当に。一世くんに教えてもらって。そうですね、やりましょう。バンバン飛ばしちゃうぞ。
あ、これはマイケル打法だな。マイケル打法こうです。おー、これもいいですね。なんか風かって思っちゃったけど。ドラゴンプロってね、よくねパンチ入っちゃうんですよ。みんな巻き込む。アプローチも飛ばしちゃう。そう。パターンもね。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。言われるかもしれないけど。勘弁してください。もっと曲がって。 OK OK でいいですか？うん、よし。手止まって、はい、もう打った瞬間にダメだってなった。あ、なるほど、うん、入れちゃう。大丈夫ですか、ジュンさん。見えなかった。あ、見えなかった、うん、見えないと体は反応しないですもんね。そう、見えてるともうあそこで。見えてないからか。